皆さんお疲れ様です。うぷ主です。レイタだぜ。2021年も残りわずか。皆さん今年も1年ありがとうございました。ありがとうございます。いつもなら、ドラえもんに関する雑学を紹介している当チャンネルですが、今回は事前にコミュニティでお知らせした通り、昨今の動画に関する事情や、動画に来ていたコメント返し、そしてリクエストに対してもコメントを返していきたいと思います。というわけで今回は、ありがとう2021年、みんなの質問&リクエストへのコメント返し、だ。みんな今までありがとう。そして来年からもよろしくね。というわけで今回は、視聴者の質問やリクエストに答える回、お品書きはこんな感じ。ざっくりまとめると8項目。いや多いな。これは本当に申し訳ない。でも1年の反省にもなるし、今後の動画作りのことも伝えておきたいし、コミュニティには全てのコメントに対して返せるかどうかわからないって言ったけど、せっかく視聴者さんからいただいた貴重なコメントなので、今編集している12月24日、5日、6日時点で届いているコメント全てに返信していきたいと思います。クリスマスイブに何しとるん？っていう茶番は置いといて、長くなりそうなので早速本題。まずは1番、最近の動画事情について。最近の動画、特にわかりやすいのがなんか道具出してシリーズですね。茶番がやたら増えて、字幕ゲーや BGM、効果音をふんだんに入れている動画になっています。昔からこのチャンネルを見ている方は、あれ、うぷ主茶番とかやめるって言ったじゃんとか、そう思われるかもしれませんが、まあ落ち着いてください。ことの経緯は、あのシリーズをするにあたって、まずは資料集めをしていたんですが、そのリストが長い、すごく長い、一軒家を丸ごと包めるぐらい。いや、いきなり茶番入れるのかよ。今回はドラえもんとはあんまり関係ないからね。普段はこんな手の込んだ無意味な茶番まではやりません。話を戻して、要するに長すぎて、これを淡々と解説していくと動画だけで一本映画ができちゃうぐらい長くなるのね。これは前のおしっこシリーズでも同じように思ってて、なんとか端的にペースよく動画にまとめたいなーって思ってまして、そこでどうしようかなーと思って YouTube のアナリティクスを見ていたらですね。実は当チャンネルの視聴者が、このチャンネル以外で見ている YouTuber がわかるってご存知でしたか？これらのチャンネル、漫画系、ゆっくりゲーム、クソゲー、ツッコミ、いろいろあるけども共通していることがありました。そう、みんな動画、効果音、音声なんかでテンポよくキレのある編集とツッコミが多いのだと、私は勘違いしていたのです。当チャンネルは主に解説をメインにしているのだから、まあバラエティよりにはなるけど、もっとアニメ漫画ゲーム考察系の YouTuber がみんな好きなのかなって、そう思っていたら、あれ全然違くね。この中で似ているジャンルってカービィちゃんだけじゃない？そこでうぷ主は少し動画の方向性を別の方へ舵を切ることにした。それは、おそらく、視聴者が望んでいるであろうテンポよくキレのある動画。おまけに昨今では YouTube ショートでみんな長い動画より短くサクサクした感じが好みらしいし、だったら解説もちゃんとやるけど、テンポも良くして面白い動画にしようとした結果。編集うるさい方が好きです。久しぶりに見たけど編集力上がってて面白い。わら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 、このチャンネル固定しよ。わら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 。5分18から5分48編集も相まって怒涛の展開で笑いました。にしてもドラえもん、口聞くの面倒いなら丸ね。というのはなかなか辛辣で草ですわ。そしてそれを短期で済ますのび太とのび太ですわ。編集変わりましたね。今回編集凝ってるなって思ったけど、最初期のやつもっと頑張ってたって考えるとちょっと悲しい。今は消された動画もめちゃくちゃ編集凝ってて面白かったですよね。どんどん編集技術上がってる。久しぶりに見たらめちゃくちゃテンポ良くなって編集技術上がっててびっくりしてしまった。なんか上からですみません。編集技術が進化してやがる。あとのび太もう少し頑張れ。笑い。と、たくさんの視聴者さんから編集いい感じだよ。ってコメントをいただきました。本当に皆さんありがとうございます。ですが、もちろんこういった意見もあります。今の編集だとなんかやたらと効果音つけてるというか、ゆっくりを有効に活用できていないと思います。やっぱりアンバルさんみたいに、ネタ大盛りもやしラーメントッピング全部乗せみたいにしてほしい。かっこ。いつも見ています。大好きなチャンネルです。それでなんですが、最近多い演出でドラえもんやのび太などのキャラクターたちが怒ったり、声を荒らげるシーンなどでフォントが大きく画面を埋めるものがありますよね。とても迫力が出て良いと思うのですが、少し多すぎのような気もします。私としてはここぞでやってほしいなと、漫画の絵も隠れてしまうので、これ以上
常編集で遊ぶとうるさくなるからマックスでもこれくらいがいい。前の編集の方が好きなんだ。私だけかな。もう完全に編集がうるさい前のに戻してほしい。というコメントもいただきました。今回ここでは紹介していませんが、他にも多くの方からコメントをいただいています。私はこのコメントは非常に貴重だと思っています。実際私はこのコメントがついている道具出して4に関しては、自分でもやりすぎたしうるさいと思っているので、本当に反省しています。申し訳ありませんでした。このチャンネルを最近見た視聴者様は知らないかもしれませんが、実は今より昔は本当に茶番やりたい放題していて、YouTube に怒られた経緯が私にはあります。実際その後冷静になって自分の動画を見返してみると、いやもうとにかく原作のリスペクトが薄い、ただ面白くしているだけ、子供が見れる動画じゃない。だからもっと真面目に解説を淡々とすべきだし、うぷ主がそんな茶番をしなくてもドラえもんそのものが面白いから、それで良いと思っていましたが、ただ先ほども言った通り、昨今の YouTube ショートの傾向、そして視聴者が見ているチャンネルの傾向がある程度わかっている。そして道具出してシリーズが長すぎる。こんなの普通に淡々とやったら本当に2時間超える。だからある程度の茶番というか、テンポよく動画で見せる。だけど原作の雰囲気リスペクトは忘れてはいけない。その結果こんなもんかな。ここまでやってみるか。っていうちょっと実験的な意味合いも兼ねて動画をアップしていました。その結果思った通りというか、道具出して4は自分でもうるさいと思ってたし、道具出して1に関しては、これぐらいの編集がいいと言われたので、なので原作は尊重しつつ面白くわかりやすく、そしてテンポよく解説する度合いがある程度見切れたかなって思っています。あと今回は単純に道具出してシリーズや、おしっこシリーズが内容的にもテンポよく作りやすかったので、茶番や字幕芸が多かったのだけど、そうでない動画は普通に作ることも多いので、動画によってある程度性質が変わるのはご了承お願いします。ただどんな動画でも言えるのが、どの動画にもトップで書いていますが、当動画は家族向けキャラクター、ドラえもんに対し解説するもので、暴力的性的または不適切な描写は一切行わず、また推奨するものではありません。これが一番重要であり、誰でも見れて、原作のリスペクトがあって不適切な内容にしない。過去の動画作りはこれができていない。今でもどこまで動画作りでやっていいのか常に見極めながら、原作リスペクトを心に留めて常に動画作りをしますので、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。あと動画の編集コメントをいただいている時点で、後で話しますがもうかなり前から予約投稿していて、最近の動画のコメント反映は来年からになります。別に無視していたわけではないのでご了承お願いします。というわけで長くなりましたが最近の動画事情に関しては以上になります。続いては2番、なんでこんなに動画作れるの？ネタ切れしないの？最近動画の投稿ペース早いに関してですが、まず動画の方は以前どこかでちらっとお伝えしましたが、うぷ主の場合作った動画の分数かける1時間が大体の制作時間です。なので15分の動画を作るのに大体15時間ぐらいなので、私の仕事の都合上、平日3時間ぐらいやっているので、平日毎日出社前に作業すれば、土日は完全に手を持て余すわけですね。そういった感じに空いた時間をドラ研究と年末に向けてずっと動画をストックしており、年末に一気に投稿したので、最近動画の投稿頻度が上がっているように見えるだけです。そしてよくネタ切れしないね、って言われますが、こんな質問が来てました。個人的に極めて興味深いのは、膨大な知識と精緻な考察がある上で、ただのひけらかしやマウントで内容にプレゼンする方法、視聴者に届くような動画展開の方法です。ネタがあるとして、どうやって企画構成していらっしゃるのでしょうか？と、コメントが来ていたので答えます。まず原作を何度も何度も読み返しているとわかるんですが、あれ、このシーン前もあったよね、とか。そういうことって結構あったりするんですよ。私の場合これをいずれやるリストっていう名前でメモ帳にめちゃくちゃ大量に走り書きしておいて、いざ動画を作る際にそのネタ帳を見て動画作りをするんですね。そのネタ数が普通に数百個を超えているので、まあまずネタ切れにはならないですね。それだけ原作にはまだまだ見るところが多いってことだね。そしてこのネタ帳から動画を作るのですが、例えばおしっこシリーズとかだと、私の膨大な知識と記憶で動画作りと言いたいんですが、私はとても記憶力が悪いので、のび太が原作でどこでタキション、おもらし、おしっこをしたかわからなくなっちゃいます。なので私は原作で起きた出来事をオープンオフィスっていう、要はエクセルみたいに管理していて、ここにコントロールプラス F でおしっことか、おもらしってワード検索すると、どこでおしっこしているか一目でわかるわけですね。おしっこ検索はシュールやな。ただあくまでも自分一人で読んでまとめた内容なので、初期にこのオープンオフィスを作った時は文章量が少なく、検索ワードが悪くて引っかからなかったり、漏れが多いので、一応この段階でネットやツイッターでも忘れているところがないか確認します。一応年に何回か原作すべて読み直すんですが、大体メモしながら読んでいるとてんこみ1冊2時間、そこに大長編や大全集を加えると、読み直しにてんこみ45巻、大長編24巻、
大全集20巻、映画ストーリーや小説とかも加えると、だいたい200時間ぐらいかかるんで、まるまる1ヶ月読んでいる時期もありますね。今は外部書籍や映画もメモしながら見始めようとしているので、なかなかこの原作の読み返しの更新が追いつかない感じです。まあとにもかくにも、最後にそれらをまた別のメモ帳にまとめて、原作のおしっこ登場回数を洗い出した後に、ある程度カテゴリーやジャンルに分けた後、どういう順番で解説すれば面白いかを考えて、見切り発車的にゆっくりで文字起こしをしていきます。ある意味 F 先生の大長編と同じ。それは違うぞ。先生すみません。まああとはここからは感覚的で申し訳ないんですが、さすがに2年間もずっとやってると、ノリでなんとかなります。なので私が画面の前で、例えば中田敦彦さんみたいに面白くてわかりやすくプレゼン能力があるとか、そういうものを期待していたのならば、それは申し訳ないです。ゆっくりという性質上後から編集がある程度自由に聞くので、それっぽく見えているだけです。あとひけらかしとかマウントをしようと思ったことはないですが、っていうか私よりドラえもんの知識人がネットにはうじゃうじゃいるので、自分では一度もドラえもんを詳しいと思ったことはないですね。これは謙遜ではなく実際そう思っています。私はただ原作や外部書籍を人より少し多く読んでいるだけで、歴戦の藤子ファンから見れば赤子も同然なんですね。だから死ぬまでずっとにわかファンでいようと思っています。というわけで2番の動画、ネタ切れ、更新ペースに関しては以上。では次に3番、続きはコミックスとかアニメとかやめてほしいについて、これはいろいろ思うところありまして。これからも応援してます。続きは〇〇にて系は、ファスト映画とかのファスト〇〇を防止するという意味では仕方ないのかなと思ってたり。と、コメントからもあるように、昨今のファスト映画に関して、そもそも私はファスト映画を報道されるまで存在すら知らなかったのですが、要するに2時間とかの映画を10分ぐらいにまとめて YouTube に投稿している動画のことで、著作権などの権利侵害が問題になったことですね。だから当チャンネルでも最近は特に結末や原作アニメの内容を深掘りしないようにしています。私は正直この報道を見たとき、このチャンネルもドラえもんの解説のためとはいえ画像を使用しているので、他人事とは思えないので、ああ、どうしようかなとか思っていました。引用ならいいんじゃないの？って思うかもしれませんが、これって結構線引きが難しくて、一応法律的にはこうなっているんですが、先に言っておくと私は法律の専門家ではないので、間違っていたり解釈の違いがあるのはご了承お願いします。では一個ずつ見ていくと、引用部分が公表された著作物であること、これはすでにドラえもんが世に出回っているので大丈夫ですね。B、引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること、これは例えばブログであれば、どこかの著作物の絵や文章なら枠で囲むとか、ここまでが引用で、ここからが私の主張です。って誰が見てもわかるようにしないといけないことで、次の C、自己の著作物が主であり、引用部分が主であることを合わせてみると、この部分は動画で作っている私からするとちょっと無礼な感じですね。例えば先ほどのなんか道具出してシリーズは、本編のなんか道具出してをテンポよく紹介して、こんな感じが多くてこんな無茶なお願いも多いですよね。そしてこんな人もあんな人も、そして最後に私がまとめて紹介して、ここだけ抜き取ってみるとなかなか伸びた無茶なこと言いますね。それでは、って感じになると、どっちが主なのかちょっと線引きが曖昧ですよね。だけどじゃあ伸びたの無茶なお願いをまとめて、引用部分をまず紹介して、その後それを超えるような内容の主な部分を伝えられるかというと、これは動画によってまちまちだなーって感じですね。例えば映画のレビューなら、簡単にあらすじを触った後に、本編に触れずに自分の感想や考察を語るなら大丈夫だと思うけど、私の動画だと考察だけじゃなくて解説も多いからちょっと曖昧だなーって思っている部分があります。そして、D の引用の目的上正当な範囲内であること、目的上正当な範囲内とはそもそも何か、1、そもそも引用の必要性があるか、これは解説する上である程度必要だと思っています。2、引用の量や範囲が必要な範囲内か、これは少し多すぎるのか、反省すべき点です。3、引用方法が適切か、これは先ほども伝えましたが、当動画は家族向けキャラクター、ドラえもんに対し解説するもので、暴力的性的または不適切な描写は一切行わず、また推奨するものではありません。これを遵守していること、逆に何ならダメかと思っているかというと、例えば、ボケてのただ面白く人気取りで原作とは何にも関係なくいじっているだけ。例えばドラえもん人気にあやかって、お店でドラえもんの人形を置くとか、ドラえもんのパンを焼くとか、本来の引用の範囲が不適切だとダメってことですね。もちろん人形1個2個置くだけならともかく、店中ドラえもんだらけにしてそれを人気獲得目的にしていて、ちょっと引用が過ぎるんじゃない？ってことになるとダメだなって思っています。次に、出どころを明示すること。これは厳密に言うと何巻何ページ何コマ、何年何月何日に発売された何々ですってこと細かく書かなくちゃいけないんですが、ちょっと量が膨大すぎるのでほとんどが概要欄に大量に本を載せる形で引用しています。ただ基本的にはどこからの出典とは伝えているので、大丈夫かとは思っています。
そして最後に F、開演など、引用部分の著作者人格権を侵害しないこと。これ要は原作のコマを改変したり、著作者に攻撃しないでねってことだと思うんですが、時折サムネは絵師さんに書いてもらうとか、途中で引用しているドラえもんのコマ自分で書けばいいとか、そういう方いるんですが、むしろこっちの方がアウトなんですね。この辺は行っていないので大丈夫だと思っています。最後にまとめると、自分はめっちゃグレーだなーって感じですね。ただ、その上でも活動するにはいくつか思うところがあって、そもそもこんだけ引用厳しいなら、Twitter でドラえもんの画像とかあげたり、ポケテでドラえもんの画像使ったり、そもそもドラえもんに限らず、同人誌とかだってダメじゃんって思うじゃないですか。はい、確かにおっしゃる通りです。じゃあなんでそういう人たち全員の話なのか、これは私の憶測であって、権利者の考えではないので誤解なきよう。まず第一に著作権侵害って深刻罪です。例えばなんですけど、人を殺めてしまったり、たとえ丸された本人が丸してもいいよって文章に書いたとしても、これは普通に日本国憲法で丸人罪になりますよね。じゃあ深刻罪って何なのかっていうと、訴えないと罪にならない罪であって、過失傷害罪とか、名誉毀損罪及び侮辱罪とか、誰かに侮辱されたり、誰かに怪我を負わされたとしても、それを勝手に警察が逮捕することができなくて、やられた側が訴えないと事件にならない。例えば学校で友達にバカって言われて、そのまま警察に連れて行かれる友達見たことないですよね。まあつまり深刻罪ってそういうことで、小学館的にどこまでスルーしているのか、どこまで二次創作が許されるのかってことですよね。例えば過去の事例で有名なのが、ドラえもん最終話同人誌問題。これは本来の F 先生が描いている最終回とは違う最終回を同人誌で描いたもので、それだけだったら放置されそうなものだけど、これが結構悲しい最終回で、まず F 先生の理念と反していて、なおかつ社会問題になるぐらい結構当時話題になったんですね。このことの顛末は Wikipedia を見てほしいのだけど、じゃあこの事件以降ドラえもんの二次創作、同人誌がなくなったかというと、まあ当然普通にあるわけで、この辺は小学館もスルーしているわけですね。じゃあ次に問題になったのが割と最近で、一つがドラえもんのび太のバイオハザード。これはバイオハザードっていうゾンビを倒すゲームなのだけど、これをドラえもんのキャラクターに置き換えたもので、もの自体は10年以上前からあったんだけど、最近になってこのゲームを実況したものを一斉削除した動きがあったんですね。言わずもかな？そんな世界 F 先生が書くわけもないし、しかも確か敵サイドに静香ちゃんや出来すぎが裏切りを見せますからね。こんなの原作をリスペクトしているとは到底思えない。そして最後にもう一つ、それは声真似ですね。ドラえもんのキャラクターの声真似自体はいいのだけど、例えばドラえもんの声をしてドラえもんが言わないようなこと、ただ人気を取るために面白いこと言う、そういうのって原作に対してどうなのかなって、そういう動画も結構削除されている時期がありました。結局この手の動画に私が何を言いたいかというと、ぶっちゃけ私は公式に対してプラスに動くか否か、そのあたりなんじゃないかと思っています。例えば同人誌や二次創作、特にコミケなんかの活動をなぜどの企業も強く規制しないかというと、あんまり締め付けを強くするとファン活動が萎縮してしまうし、それにこういった同人活動が、宣伝効果も生んで、なんだかんだでもちつもたれつの関係になっているからだと思うんですよね。だから本当はダメなんだけど、ある程度どの企業も黙認されている部分があると思っていますし、なんなら漫画家さんでも同人誌出身とか普通にいるけど、その経歴を見て訴えている人とかいないですよね。じゃあ当チャンネルではどうなのかというと、例えばゆっくりドラチャンネルをきっかけにドラえもん買いました、ドラベース買いました、ドラえもんズ買いました、ドラえもんチャンネル入会しました、久しぶりに映画見ました、久しぶりに漫画読みたくなったとか、そういう声をいただけるたびに、動画やっててよかったなーって思うのと、勝手な私の憶測ですが、一応公式に対してもプラスな動きになっていると思っているんですね。じゃあさっきのファストシネマとかどうなのかっていうと、ファストシネマを見て、映画のあらすじ全部知って映画をレンタルしました、とか、ないわけじゃないと思うけど、プラスよりマイナスに働いてるからダメだと思っていて、私もドラえもんのあらすじをある程度話すことはありますが、動画を見てドラえもんのストーリーや中身を丸々載せて理解する動画作りはしていないし、動画を見てコミックスを読んだ気になる、映画などのストーリーをファスト映画のように理解できるかというと、そんなことないとは一応思っていて、むしろある程度読んでいる人間を前提に動画作りしていて、そういう人が、ああこういう見方もあるんだなぁとか思って、もう一度コミックスを読んでみたり、ドラえもんに興味を持ってくれればいいなぁって思ってるんですね。ここで少し話を戻すと、じゃあ先ほどのドラえもんの最終回の同人誌を見てドラえもん買いました、とか、ありそうだけど、これは著作権の中にある同一性保持権、つまり原作者の意にそぐわないような、絵柄やストーリーや世界観を変えてはいけないってルールがあるんですね。まあこれ破っても同人誌ではスルーされることが大半なんですが、何せこの同人誌は社会問題レベルでことが大きくなってしまったので、公式が対応しないと収拾がつかなくなってしまったんですね。次にのびはざやドラえもんキャラクターが言わないようなセリフの声真似な
なんかもそうですね。同一性保持犬もそうですけど、ただ同人誌とは違ってより立ちが悪くて、のびはざやドラえもんの声真似聞いてドラえもんまた読んでみるか、って思う人私が思う限り少ないと思うんですよ。ドラえもんってコンテンツが目指しているものからすれば、むしろやってほしくないことじゃないですか。ドラえもんのキャラクターがそりゃ変なこと言えば面白いですけど、それって違うと思うんですよね。さっきも言いましたが、二次創作がある程度黙認されているのは公式ともつつもたれつで、お互いプラスになるのだけど、これだと公式にとってマイナスでしかないんですよね。それゆえに私はグレーなんだけど、公式には放置されているのかなって勝手に思っています。もちろん一個人が都合よいように解釈していると言えばそうだし、公式に怒られればさっさとやめると思います。でもツイッターや同人誌界隈を見ても、ある程度の二次創作が許されている、放置されている現状を見るに、もう少しこのままでいようかなと、判断した感じです。あと誤解なきように言っておきますが、この部分は特定の個人や団体を攻撃しているわけではなく、あくまで物の例えで出てきた発言なのであしからず。というわけで、一番最初に話を戻すと、続きはコミックスとかアニメってのは、もちろん公式にとって良いと思ってやっている行動ですが、私個人としても普通にコミックスとアニメ見てほしくてですね。そうやって公式に還元すれば公式も良くなって、ドラえもんコンテンツが活性化、そしてウプ主自身も長くドラえもんを楽しめるっていう循環になるので、最後は自分のためじゃねえか。まあ、それはある。というわけで長くなりましたが、3番の続きは〇〇系に関するウプ主の意見でした。では次に4番、〇〇は間違っている。これ今年いただいた意見で、私も本当に申し訳ないと思っています。自分で言うのもなんですが、ドラえもん界隈では発言にほんの少しだけ影響力があると思っていて、ちゃんと確認もせず間違った発言をすることがあって、間違った知識が広がってしまったことがあるんですね。最近はそこまで多くはないんですが、初期の頃は私も知識が本当に浅かったので、ネットで聞きかじった情報を鵜呑みにしてそのまま伝えたり、視聴者様には本当に申し訳ないと思っています。なので今後は基本出典がない情報は、ないならないとちゃんと伝えて情報発信し、あるならちゃんと明記するようにいたします。あと、こんなコメントをいただきました。中身の濃い動画を作るようになられたので、今のやり方で学校の先生とガチャコを改めて取り上げてほしいです。コメントありがとうございます。時々初期の動画を見ると、いや、もっと言うことあるだろう、とか結構恥ずかしいことが多くて、知識が増えたゆえに、この辺の動画はいつになるかわかりませんが改めたいと思っています。というわけで4番の〇〇は間違っているは以上にします。次に5番、サブチャンネル更新しないの、について、実は水面下でですね、藤子 F 不二雄ミュージアムに行って動画や写真の撮影をしてたり、スイッチを買ってドラえもんのび太の牧場物語を撮影してプレイ解説動画をアップしようとしているんですが、結論から言うと、準備だけしてて回らない、という感じですね。どうしてもメインの解説とは違うニュアンスの動画になるんで、なかなか本腰が上がらない、ゲームも結構時間かかるし、ミュージアムはモザイク処理もあるし、今ミュージアムの10年分のブログを読み返そうと思っているので、来年中に出れば、というか、そこまで頑張ったらメインチャンネルでアップしたいけど、サブチャンネルの運用をどうするか今は全く考えられておらず、視聴者様には申し訳ないと思っています。でもサブチャンネルに分けなくても、基本ドラえもんというジャンルからはずれていないので、あんまり見られたくない実写系動画だけサブでアップするかもしれません。実はそのうち時間があればですが、日本中にあるドラえもん像を探しに行く旅に出たくて、結構個人や石屋さん、かドラえもんの石像が各所で見られるんですよね。そういうのを視聴者のコメントを元に日本中探し回れたらめっちゃ楽しそう。だけど一体何ヶ月かかるんだってなって頓挫してます。まあとりあえずサブチャンネルは1年に最低でも1回は更新するようにします。1年に1回は臭すぎる。あくまでメインチャンネルでお楽しみください。というわけで5番のサブチャンネルに関しては以上。次に6番、先日コミュニティで募集したリクエストについて、たくさんのコメント、本当に皆さんありがとうございます。一つずつすべて読ませていただきました。なので全員ここで返信させていただきたいと思います。長くなるのでチャンネル名や感謝の一文は申し訳ないですが省略させていただきますので、コミュニティにコメントしていただいたすべての方ありがとうございます。と、先に言っておきます。あと順番に関しては完全に順不動。それではコメントを見ていきます。解説秘密道具特集もしくは、性能かぶりの秘密道具特集を待ってます。これからの頑張ってください。性能かぶりは透明シリーズや、鏡シリーズとか出しましたね。深読みガイド200ページにも一部よく似た紅葉の秘密道具がまとめられているのでそっちを見ても面白いです。ただ他にも性能が似ている道具はめちゃくちゃありますので、いずれ動画にしたいと思います。最弱の秘密道具ですが、単純に弱いだと何基準で弱いを決めるのが難しそうですが検討してみます。最弱ではないですが、使えなすぎる秘密道具トップ10という動画も以前アップしているので見ていなければぜひ。いつも楽しませてもらってます。可能であれば初期エモンドラえもんの作中に出てくるグルメについての特集も見てみたいです。
初期エモンはかなりドジですよね。面白そうなので調べてみようと思います。ドラえもんの作中に出てくるグルメって、主に大長編とかのことですかね。それとも甘いやのどら焼きみたいな、あとは竜宮城の食事とかそういうのも、大長編で良ければすでに個人的に全て調べ上げていますが、小説や外部書籍や日常編、あと映画と大長編で食べるものが違うので、その辺もちゃんと調べてみたいなって思います。ちなみに公式の深読みガイド127ページには大長編17巻までで食べた食事の一覧表、てんこみ探偵団 1&2 には、食べる秘密道具や、てんこみ内で食べた食事の一部がまとめられているので、そちらをチェックしてみても面白いと思います。頑張ってください。応援しています。個人的に毎回タイムスタンプを作ってくださってるのに感謝しています。ネズミについての企画とかしていただけると嬉しいです。ネズミは去年ネズミ年だったので、新皆様に大切なお知らせがありまちゅ。今年はなんとっていう動画をすでにアップしていますが、もっと深掘りできる内容なのでいずれ作り直したい。スネオのこの〇〇3人用なんだよ特集とか見てみたいです。いいですね。すでにスネオの自慢は結構集めているので作れると思います。遠足新報さんという方のサイトで金持ちスネオの自慢大全セリフから見る自慢遍歴全リストというスネオのてんこみ内の自慢おそらくほぼ全て網羅されているので見てみると面白いですよ。ただ大全集や大長編を入れるともっと多いのでいずれわかりやすくまとめてみたいと思います。遠足新報さんのサイトは概要欄に貼っておきます。のび太の家での歴史をやってほしい。実はこのコメントが来るよりかなり前に予約投稿済みでした。多分クリスマスに上がっていると思います。ガチのドラえもん廃人が送る最強難易度クイズみたいです。クイズも楽しいですよね。時々私も茶番で動画内に入れたりしています。クイズもいずれやってみたいとは思います。ただ私が出さなくとも早稲田大学ドラえもん研究会さんがドラえもん検定2021上級の問題などをツイッターにアップしているのでそちらをチャレンジしてみても面白いかも。ちなみに私は半分ぐらい間違っています。ほぼてんこみを丸暗記しないとクリアできないレベルですし、このツイッター以外の過去問も少し見たことあるんですが、なぞなぞというか、暗号クイズみたいにひねっていたり、ただ知識があれば解けるという問題じゃないのもあるので、結構難しいですよ。ただ初心者や中級者レベルもあるし、あと、お笑い芸人の荒ぶる神々さんの公式 YouTube チャンネルで、ドラえもんクイズ対決をやっていて、特に大長編クイズなんかは個人的に好きなので、自信があれば見て一緒に解いてみてください。特にこの荒ぶる神々のババさんはガチのドラ勢なので、問題を作る時より、解いている時の絵、なんでわかんの、ってぐらいビビるレベルでやばいです。他の方もすごいんですけどね。というわけで、早稲田大学ドラえもん研究会さんと荒ぶる神々さんの URL も概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。ドラえもんの学習漫画の特集やってほしいです。これからも頑張ってください。ドラえもんの学習漫画シリーズ、ごめんなさい読んだことないんですよね。読んではみたいけど、特集やるならやるでちゃんとやりたいので結構時間かかりそう。もう少し先になります。申し訳ない。あと関係ないけどアイコン面白いですね。これのビタランドのあいつですね。毎回楽しませていただいてます。登場人物のファッション特集とか見てみたいです。特にジェイアンなんかはセーターのバリエーションすごいし。よく見ていらっしゃいますね。ジェイアンの T シャツにレッド・ツェッペリンが描かれているとかそういうのは有名ですが、ジェイアンだけじゃなくて、のび太とかも服のバリエーションめちゃくちゃ多いんですよね。実は次ドラえもんをすべて読み返すとき、この服と街の電柱に描かれている文字をすべてチェックしようと思っていて、多分丸1ヶ月ぐらいかかるとは思うけど、時間をかけてチャレンジしてみたいです。ちなみにジェイアンではないけど、のび太なら先ほどの遠足新報さんがすべて調べているので、私が調べたわけじゃないですが、興味があったら見てみてください。いつもお疲れ様です。両親の過去について解説してほしいです。これもちょうどすれ違いでしたね。多分昨日今日に二人の出会いとかはまとめているはずですが、パパの幼少期のみ、ママの幼少期のみ、などはまとめていないのでもう少しやりようがあるかも。のび太の成長が見られる話特集をお願いします。例えば、初めてにゃ、のび太の0点脱出作戦などです。ダメなのび太もしっかりと成長してるんだぞってところを見てみたい。のび太は時々成長してることがありますね。過去に、のび太がまた決心したようですや、静か争奪戦のび太静か愛の物語など、ちょっと恋愛や決心から注目した動画をアップしているので、そちらを見てほしいですが、それでも取り上げていない内容や、作った後に抜けがあるのを見つけたりして、これもいずれ作り直したいなぁ、なんて思っていたり。でものび太の成長が伺えるエピソード特集とかで紹介するの面白そうですね。一応公式に小学館コロコロ文庫ドラえもんのび太編やテーマ別傑作選ドラえもんドラえもんのび太静か編などあるテーマに沿って特集された内容の文庫本もあるのでそれをチェックしてもいいかも。のび太たちが頑張ったりしてるのみたいなのび太が裁判の時にとかな感じでのび肌は顔と名前と BGM とか隠さないといけないから大変なんだよな。のび太たちが頑張っているといえば大長編、日常でも時々冒険っぽいことしますが裁判はやたら多いなって思うことはあります。なのでそういう特集は面白いかもしれない。
ないですね。ただ伸び肌はなしでお願いします。逆らうものは死刑。のび太の世界の漫画特集やってほしいです。10万人頑張れ。のび太の世界の漫画やアニメは本当に多いですよね。しかもパロディ多めの漫画タイトルやアニメや特撮の多いこと多いこと。こちらも遠足新報さんがまとめているドラえもんの作中パロディ元ネタ大全を見てみると面白い。でもここで見落とされているものもいくつかあるし、大全集や大長編にもまだまだある。もっと探してみると面白い。そのうちまとめてみたいですね。にしても遠足新報さんすごすぎでは。のび肌頼むで、それと、もうちょいで10万人いくやんけ。これからも毎秒投稿をね。コメントはありがとう。でも他は無理っす。のび肌やってくさ。いやー無理っす。ドラえもん誕生日スペシャルの解説をできれば、2112年9月3日に、少なくとも2112年にお願いします。誕生日スペシャルをまとめるっていうのは少し考えていました。でも2112年にあげるってのは盲点でした。なので2112年にアップするので、あと91年ほどお待ちください。いや無理やろ。今年はどこでもドアの本棚が届いた年でしたね。動画アップ以外にもお知らせ、投稿を見て私も、って感知してました。笑い、100年ドラえもん最高ですね。うぷ主様のドラえもん愛を感じてます。応援してます。リクエストですが、ドラえもん映画で登場したことある道具特集とか好きな映画とかありましたら気になります。映画大好きなので待ってます。そうなんです。実は陰でこっそり100年ドラえもんとどこでもドアの本棚買っていました。本当はグッチのドラえもんも買うつもりでしたが、ヒカキンさんに先にやられたので譲ってあげました。嘘つけ。100年ドラえもんいいですね。汚したくないのでずっとどこでもドアに入れっぱなしですが、時々無意味に開けて相方さんと遊んでいたりします。今は賃貸なので人を呼べないですが、いずれ人を呼べる家に引っ越したら友達家族に自慢しようと思います。リクエストはドラえもん映画の道具特集ですね。映画だけなら最近発売した映画ドラえもん超全集である程度網羅することが可能ですね。ただあの本にはドラえもんが何かないかで出した道具とか、映画と大長編での道具の違いとかは紹介されていなかったり、そういう点で特集してみたら面白いかもしれませんね。ちなみに好きな映画は良いかどうか最近すごい迷っています。というのもドラえもん映画って本当人によって何が一番良いかってめちゃくちゃ意見が分かれているし、例えばうぷ主がここで、あの作品が一番、あの作品は微妙だった、とか言っちゃうと、僕この作品好きなのにドラチャンネルが言うからがっかりとか、いやその作品微妙だろ、もう一度映画見直して恋ボケー、みたいな、めっちゃコメントが荒れるような、荒れないような、だからちょっと様子見で内緒にしておきます。というのも私が好きな作品もネットの評価サイトによって、高かったり低かったりまちまち。じゃあなんでその作品が好きなのかというと、うぷ主の独断と偏見でとある真実にたどり着いていて、ドラえもん映画で一番好きなの何って聞くと、大概の人が子供の頃見たやつが一番良いってなることが分かったので、でもう他人がどういおうが本人がそれ好きならそれでいいじゃないってことにしておいてます。つまりうぷ主も子供の頃見てたドラえもん映画が思い出補正もあって一番好きで、最近の映画もすごいけど、やっぱり思い出補正もあって公平に判断できない気がします。ただどっかのタイミングでポロッと言ってたらごめんね。ずっと元山事件の解説を。あ、それはずっとやりたいなって思っていました。そもそも元山事件が何か知らない人のために言うと、1979年にテレ朝で今のドラえもんが放送される直前に、富山で日テレ版のドラえもんを再放送したのだけど、F 先生が私が作った原作のイメージと違うし、放送してほしくない。できたら何とかしてほしいと言って、放送中止を求める警告状を内容証明郵便で富山テレビに送ったという一連の騒動。ただこれは今のテレ朝的にも取り上げても何のプラスにもならないし、でももうすごい昔の話だからいいかなとは思うけど、ちょっと腕を振って取り上げるのは難しいかも。でも富山事件はネットで調べればたくさん出てくるし、私も当事者ではないのでネットの情報以上に知っていることはないので、何か機会がない限りは触れないかも、申し訳ない。これからも応援しています。リクエストとしましてはその1、のび太の戦績はどのくらい？意外な強敵を倒している相撲でガンマンのびのび太の戦闘履歴を徹底調査その2、縁の下の力持ち。ドラえもんの有名なモブヤスオとハルオについてその3、ドラえもん対ネズミ、その長きにわたる血で血を洗う争いの歴史これらの3つを動画にしてほしいです。まずはその1から、以前にのび太の射撃をまとめたものはあげましたが、のび太の戦績をまとめるのは面白そうですね。その2はモブのヤスオとハルオですね。これも面白いと思います。いずれ取り上げたいと思いますが、実はこのキャラはヤスオなのかハルオなのか境界が難しいやつも結構いるので、頑張って区別したり探してみたいと思います。そしてその3、ネズミは先ほど説明した通り一度まとめていますが、いずれ作り直そうとは思っています。ドラえもんのテンポの良すぎるシーン集が見たいです。カッコブリキのラビリンスの北極海で迷子になった船の船長にナポリストラー皇帝がスクラップにしてしまえっていうシーンとか。時折ありますね。そういうニコマ落ちみたいなシーン。この前あげた道具出して、ないよ、とか、そういった感じのテンポの良いシーンですかね。ちょっと私のオープンオフィス的にメモしていないので、まとめるのが難しそうですが、ドラえもんキャラの毒舌集みたいな。
キレッキレのツッコミとかそういうテンポの良いシーンならまとめられるかも。伸びたの画力特集とかやってほしいです。良い着眼点ですね。私もこれすでにリサーチ済みです。来年どっかのタイミングでまとめると思います。万が一忘れててアップしなかったらごめん。安尾春を特集やってほしいです。やります。10万人いったら、ドラえもんの声優さん解説して。大山ドラと朝ドラ声優さんの解説、多分これと言ってそんなに情報持ってないです。ウィキペディア以上に情報は出ないと思いますが、時折ムック本に寄せたコメントとか、本人のブログ、あとは大山信代さんの、僕、ドラえもんでした。の本を紹介するとか、そういう感じならできるかも。でもそんなに濃い内容に作れるかは疑問なので、あ、そうそう、先ほどコミックスなどをオープンオフィスなどにまとめているとお話ししましたが、こういう小説やムック本は読んだけどメモなどにはまとめていなくて、正直どこに何が載っていたか覚えておらず、もう一度読むことになるので、作る場合は結構時間がかかるので多分来年中は無理かも。でもいずれ挑戦してみたい内容だとは思います。ドラえもんと今までコラボしたゲームを紹介してほしいです。多分今グラブルとコラボしているからこんなコメントが来たんですね。実はドラえもんのゲームって人生でそんなに多くやったことがなくて、多分10いくかどうかぐらいのタイトル。しかもほとんど初期に出たものばっかりで、最近のグラブルコラボというかウプ主はスマホゲームすらやったことなくて、最後にやったスマホゲーはまさかのガラケー時代のモバゲーの怪盗ロワイヤルとかやべえ感じなので、コラボゲームはあんまり詳しくないっす。さっと調べてみた感じラインポコポコとかモンストとかコラボしてるんですね。でもスマホゲーはさっぱりなので申し訳ないですがこれはご期待に添えないと思います。てかスマホゲー以前でドラえもんとコラボしたゲームなんかあるのかな？できれば、ですが、息を吐くように悪口を言うスネオについてお願いします。よう、どこ行くんだウスラデブ。がすぐ出てきますね。そう、スネオの悪口って結構キレッキレで面白いですよね。のび太とか、ジャイアンに対して結構どぎついこと言うんですよね。これもいずれまとめてみたいと思います。これからもドラえもん知識をこちらで勉強させていただきます。リクエストドラえもんが出す未来のゲーム、秘密道具まとめをお願いします。おお、自分と同じことを思う人がいるとは、着眼点がすごく素晴らしくて嬉しくなりました。未来の付録とか、未来の流行りとか、未来のごっこ遊びに使うとか、未来の学者が研究のためにとか、のび太が未来に行ったらセワシがやってたインベーダーとか、そういう未来のゲームだけでなく、未来の〇〇で特集した動画は作ってみたいと思っています。毎回楽しみに拝見しています。のび太くん、しずかちゃん、ジャイアン、スネオくんたちのクラスメイト特集、ドラベースについての特集を見てみたいです。今後も応援しています。クラスメイトは本当に人数多いんですよね。これはまとめてみたいと思っています。ただ多すぎるからしずかちゃんの女友達、みたいに、ある程度分けて出すかも。ちょっと資料まとめてみてから考えます。あとドラベースですね。これ読んだの結構昔なので、これもオープンオフィスにもう一度メモしながら読んで、ドラえもんとは違って読んだことない人多いと思うので、初心者向けにネタバレ少なめ、ドラベースのここが良い、みたいな動画作るかも。ぷっくりドラチャンネルさんの動画をいつも視聴させていただいております。藤子 F 不二雄先生の作品に対する知識と情熱が熱感です。今後の動画投稿も楽しみに待っています。リクエストですが、ドラえもん&のび太が登場しなかった回のまとめをお願いします。原作漫画の他、アニメや短編映画などの他媒体などで片方だけが登場しない話、両方ともに出番がない話の特集をこちらのチャンネルにて見てみたいです。特にアニメスペシャルの魔王様には悪魔の城の秘密、もう一つの緑の巨人伝のエピソードはご存知でしたらぜひ紹介してほしいです。昔、この話を見て衝撃的でしたから。ドラえもん&のび太が登場しなかった回、ドラえもんは原作に何度か登場しない話がありますが、のび太は原作1345話、大長編24巻で登場しない話がないですね。確か唯一の解禁賞だったはずです。アニメではドラえもん&のび太登場しない回は結構あると思いますね。それこそアニメスペシャルの魔王様に〇〇を、悪魔の城の秘密や、もう一つの緑の巨人伝なんかはそうですね。サボ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 テンブルース。わらわら、一応この辺のアニメスペシャル、見たことない人に説明すると、映画シリーズ27回の新魔界大冒険から、映画シリーズ33回ののび太の秘密道具ミュージアムぐらいまで、その作品によってまちまちなんですが、映画の前日短、映画本編の途中のアナザーストーリー、補足話、映画を記念して放送前にアニメでちょろっと登場するゲストとか、結構面白い裏話とかあるので映画を見てから見てみると面白いですね。今度ののび太のリトルスターウォーズ2021を記念して特集するのも面白そうです。ドラえもんに爆笑のイメージがないので一番爆笑した回とかあるのかな？個人的には、ドラマチックだす。ドラえもんが爆笑している場面なら結構あると思いますよ。例えばくすぐりのみの回とか、性格グラフの回とか、郵便逆探知機の回とか、もっと調べればたくさんあると思います。あ、でももしこの質問がドラえもんで爆笑できる面白い回という意味なら、それは決めるのが難しそうですね。一度おすすめ爆笑原作面白エピソードとか特集してみます。
ドラえもん関連のボケてをもともとどういうシーンかも交えて紹介してください。ボケてはさっきも言ったけど取り上げづらいですね。でも時折原作のコマを書き換えて、そもそも原作ですらないものをボケてに使われていたりするので、そういう訂正する回とかも交えてやるなら良いかも。ドラえもんオール、百科についてやってほしい。藤子 F 不二雄さんが直接関わっているわけではないけど、アシスタントの人たちの話でも、これは傑作でおすすめしたいとか、面白い設定とかがあったら紹介してほしいですね。例のドラえもんがおしっこちびってるワンシーンはぜひとも。ドラえもんオール百科というのは、多分この4冊のことですね。おそらく買った時の時代によって表紙は違いますが、コロタン文庫43、47、52、126って言えばそういなさそう。うく主はこの4冊しか持っていませんが、もし LP 版とかだったらよくわからないので申し訳ない。オール百科って多分テレ朝でドラえもんが放送されて初めてまともに出た秘密道具図鑑みたいな。最初は挿絵と道具の実例みたいな感じで、今の大辞典に少し似ているのだけど、オール百科って後の方になると、こんな場面だったらこういう道具を使おうって実例を交えた漫画形式になってて、その中にはこの文庫のみの設定じゃない、とか、こういう面白いエピソードがあるよ、とか、そういうのをピックアップして紹介したら面白いってことですかね。これも読んだけど全部は覚えていないので、時間を見てメモしながらまとめてみたいです。あとはアシスタントさんの話も特集してみたいですね。前に紹介した片倉先生、それ以外にも麦原慎太郎先生、高谷健二先生、海老原武史先生あたりなら、自伝というか、ご本人を紹介した本があるので少し説明できるかも。他にも有名なアシスタントさん、志村みどりさん、吉田忠さん、爬虫類さん、篠田秀夫さん、田中道明さん、三谷幸宏さん、ここで名前を挙げていない人もまだまだたくさんいると思うけど、いかんせんご本人の歴史をある程度語れるほど詳しいかと言われるとそうでもなくて、ドラえもんを読んでいたり他の方の自伝を読んでいるとよく名前が出てくるみたいな、そういう感じなので、それをピックアップしてまとめてみればいい感じになるかも。あとはアシスタントさんによって絵柄が結構個性出てて、見てると誰かわかるようにもなるので、そういうのも含めて紹介すると面白いですね。ドラえもんの原作は全部を F 先生が書いているわけではないので、そういうのを探すのも面白いかも。劇場版での食事集。これはいずれ取り上げます。これからも頑張ってください。のび太が喧嘩に強くなるためには、のび太のクラスメイト特集ジャイアンが友達から奪ったもの集のような企画をやってもらいたいです。多くてすみません。のび太が喧嘩に強くなるためには、っていうのは、のび太が喧嘩で勝てる道具の紹介、それとも強くなるために鍛えられる道具、ジャイアンに勝った回の紹介、いずれにしても取り上げたら面白そう。のび太のクラスメイトはいずれ取り上げます。ジャイアンが友達から奪ったもの特集はいいですね。実はすでに数えているんで、来年のどこかで出すと思います。実際のとこどんな人、のび太の先生特集名前、年齢、家族構成や登場回にまつわるあれこれなど。先生の特集は必ず直して再アップしたいです。いつも楽しく拝見しております。近年の編集のグレードアップにつきましては、緩急がついて非常に見やすいので今後も続けていただきたいと思っております。リクエストですが、ドラえもんをはじめとした多くの F 作品のルーツとも言える SF 短編シリーズ特集を見てみたいです。また、素朴な疑問ですが主さんは逆転裁判シリーズとはいかなる関係に。SF 短編シリーズ面白い、ただ救いのないドラえもんって感じで結構暗い話も多いですよね。私はこういった SF 短編や、星新一さんのショートショートとか、世にも不思議な物語みたいな、ちょっと変わった SF も好きなので、紹介してみたいですね。ただ SF 短編はオチを知ってしまうと面白くないので、ドラベース同様読んだことない方に向けにおすすめする感じになると思います。または読んだことある方前提に考察するとかって感じですね。結構スッキリしないまま終わることが多いですからね。ちなみに逆転裁判がネタとして多いのは単純に好きだからです。私は好きすぎて昔殿様のテーマを携帯の着信音にしてました。というわけで、視聴者のリクエストにお答えしました。すべてのリクエストに答えられるかわかりませんが、今後の動画作りのネタなどの参考にさせていただきます。皆さんコメントありがとうございました。それでは次に7番、感想応援。最近見始めたものです。どの動画でも主さんのドラえもん愛が伝わってきて見ていて本当に楽しいです。これからも無理のないペースで投稿お願いします。SE や音楽の入れるタイミングが絶妙でとっても楽しませていただいてます。どうかお体ご無理のないようこれからのご活躍を願っております。いつも楽しく視聴させていただいております。私は全盲のため、画面が全く見えていないのですが、音声での解説が豊富なため、キャラクターや場面ごとのイメージがしやすく、助かっています。効果音が豊富なことも、イメージを膨らませる材料にもなっており、助かっています。動画の中でもたびたびお気遣いいただくように、身体障害者の皆さんが動画を視聴することも紛れもない事実です。視覚障害者の視聴者さんも多くいらっしゃると思いますので、これからもわかりやすい解説を盛り込んでいただけますと幸いです。本当にいつもありがとうございます。これからも応援してるぜ。
10万人達成したら目指せ100万人だな。引き続き応援しております。コメントと向き合っているのがすごい。頑張ってくださいね。ドラえもん好きなのでとっても嬉しいです。とうとうここまで来ましたね。登録者10万いけば、他の条件が揃えば、金盾ですね。これからも応援していきます。応援してるドラー。こういう無茶苦茶、ドラちゃんほんと叶えてくれそう。っていうか、そんなに無茶苦茶でもないだろうし、これからも楽しみにしてます。空けた時代から見てる Y からすると感慨深いものがあるな。黒歴史になったあの頃からついている子もいるんだぜ。好きにやればいいよ。これからも応援します。もうすぐ10万人、応援しております。いつも動画を見ながら幼い頃に読んだドラえもんの話を、記憶の奥底から呼び戻すことができて本当に嬉しいです。体調には気をつけて無理のないペースでご投稿ください。これからも楽しみにしております。いつも、5歳の息子と楽しく視聴しております。コミックはまだ読めないけどアニメ化してある話は DVD をレンタルして視聴したりとすっかりドラえもんにハマっております。今後とも親子で楽しく視聴できる動画を楽しみにしております。皆様たくさんの応援コメントありがとうございました。お子様、全盲の方、黒歴史時代からの視聴者、いろんな人がこのチャンネルを見ていただけるのを感じて、再度誰でも楽しめる動画作りを心がけるようにいたします。皆様これからもよろしくお願いいたします。それでは最後に8番、もう動画的にはここで終わっても良いのですが、興味があれば、ウプ主に対する質問も来ていたのでいくつかお答えいたします。ドラえもんを好きになった理由やきっかけ聞いてみたいです。10万人まであと少し応援してます。ドラえもんが好きになった理由は思い出せませんが、私には年の離れた兄がいまして、親がその兄のために買ったドラえもんを、私が勝手に読み漁ったのが最初だと思います。ただ年齢を重ねるにつれて一旦熱が引いて、このチャンネルを始める少し前からまた再燃した感じです。10万って、チャンネル登録者数における、一つの区切りですからね。そこを超えられれば、一つ壁を乗り越えたような感じになる、と見る前ながら思ってますかっこ。ちなみに質問は、いつ頃ドラえもんを見始めたかまた最初に見に行った映画あたりも聞きたいですね。ドラえもんもそうだし、他の含め人生最初に見に行った映画とか。この質問でいくとドラえもんを最初に見たのは多分漫画ですけど、保育園か小学生ぐらい、ちょっと覚えてないです。最初に見に行った映画は、親に連れて行かれたもののけ姫だと思いますが、正直小さい頃すぎてほとんど覚えていないですが、兄が見たかったらしいので一緒に連れて行ったとのこと。私そもそも大人になって上京するまで、映画館で映画を見たのはたったの2回しかなくて、というのも私の実家がすごい田舎の方にあるので、最寄りの映画館まで2時間以上離れていて、映画館に映画を見に行く文化がないんですね。なのでドラえもんはほとんど VHS のレンタルか、親が多分ワウワウで録画した映画を、家で見ていた記憶があります。ちなみに映画館ではないけど、田舎はすっごい遅れて、それこそ半年とか1年、それぐらい後に公民館でドラえもん、当時はハリーポッターとかもあったかな、子供向けにそういうのを上映していて、友達と見に行った記憶があります。なので外で見た映画で一番最初、ってなると、翼の勇者たちでしょうね。多分家の中を探せば羽ドラくんがどっかから発掘されると思います。ちなみに人生最初に見たドラ映画は忘れました。家にいっぱい録画したのがあったんでまんべんなく見てますね。おめでとうございます。いつもわかりやすい解説楽しんでおります。主さんはドラえもんのレギュラーキャラでは誰が特に好きですか？私はのび太が好きです。誰が好きと聞かれると困っちゃいますね。結構その時々で推しキャラが変わっちゃいます。ちなみに今は私ものび太ですね。ドラえもんチャンネルアプリの好きなキャラものび太にしてます。でもちょっと前はドラミちゃんだし、その前はドラちゃんだし、その前は静かスネオジャイアンも良い時代もあったし、ただアニメだと静かちゃんが時々恐ろしいほど可愛い瞬間があってやばいですね。わさドラになってから静かちゃん可愛くなりすぎじゃない？そう思ってるの私だけ。静かちゃん SOS とかスタッフ気合入れすぎてて可愛すぎ。いつも楽しく視聴させていただいています。10万人まであと少し、ぜひとも頑張ってください。主さんが一番好きな、あるいは一番印象に残っているドラえもん映画は何ですか？一番好きな映画は秘密です。ただ印象に残っているといえば、最近パラレル西遊記をもう一度見直した時、これ F 先生が描いていないとはいえあまりにもドラえもん映画っぽくないので、子供の頃見てた時は何にも思わなかったけど、今見ると全然印象が変わったのでこれが一番印象的ですね。パパやママや学校みんなが妖怪になるとか、宇宙漂流記の幻惑の星張りにヤバいと思ってます。本業は何をされてる方ですか？ちょっと業界が狭いのであんまり詳しいこと言えませんが、いわゆる CG系の映像屋さんをやってますね。私はゲームも仕事で時々やりますが、どっちかっていうとプリレンダーの作品、それのアニメーション、FX、あとそれを合成するのをなりわいにしているので、今やっているゆっくり編集みたいな字幕とか、簡単な動画編集というよりかは、FF とかのムービーシーンみたいなの作ってるイメージですね。なのでアフターエフェクツとかをメインに、まや、
3DS Max は当然使えますし、AE でも CG でもエフェクトをゴリゴリにつける人って感じです。なのでドラえもんでもエフェクトとかがあって、道具を出す時に背景で流れてるモヤモヤがありますよね。これは普通に考えれば、つぶつぶはトラップコードパーティキュラー、線みたいなモヤモヤはトラップコードミラーを使えば簡単に再現できて、色は平面をグラデーションで塗って、極座標でぐるっとして、切れ目をオフセットでマスクを切れば、簡単に作れちゃうわけですね。何を言ってるかわからない人が大概だと思いますが、まあわかる人が聞けばわかる話だと思ってください。あ、ただ私は絵が描けないので、あくまで合成やエフェクトが得意な人って覚えておいてください。これまでに関わった作品、本当に萌え系から誰でも知ってる特撮からロボットとか色々あって、面白い話もいっぱいあるんですけど、外では一切話せないし、たとえ企業の面接でもこれまでにどんな仕事をしたのか、話したらこいつ前の会社のコンプラ守れていないやべえやつっていうぐらい外では何も話せないので、ここで語ることができないのが残念ですね。ちなみに CG といえば、スタンドバイミードラえもん。あれを作った会社白組っていう日本では有名な CG 会社なんですが、本家本職の私が見てみると、いやーアニメーション気合入ってんなーとか、フェイシャルがディズニーっぽいとか思ってました。もし映画を制作できるとしたら、どの作品をリメイクしたいですか？個人的には別にリメイクしなくてもいいかなって思いますね。制作スタッフにはどんどん新しいことにチャレンジしてほしいなって思います。いつも楽しく見させていただいてます。ドラえもんファンとしても動画編集をする人間としてもすごく参考にさせていただいております。質問なのですが、ドラえもん好き、藤子作品好きがチェックすべきサイトとかツイッターアカウントなどはありますか？ツイッターは私がフォローしている人をフォローすれば良いと思います。ただ誤解ないように言いますが、私がフォローしてないからダメとかそういうことではないです。結構ノリでフォローしてるだけなんで特に対はないです。あえておすすめの人を挙げるとするならば、藤子不二雄ファンサークルネオユートピアさんでしょう。これが本家本元のファンクラブ。ただネオユートピアさんをここで紹介するのは大変なので、詳しくはウィキペディアを見てください。とりあえず私のフォローしてる人全員フォローしておきましょう。あ、ちなみにドラチャンネルカラーとかは絶対にやめてください。相手に迷惑はかけないようにお願いします。あとチェックすべきサイトってなると多すぎて困りますね。直感的に見て面白いのは、先ほど紹介した遠足新報さんとか、ドラえもんスーパーデータベースとか、普通にイキやアニオタウキを見ても面白いですね。あとは現在公式が出しているドラえもんチャンネルアプリはマストで入れておきましょう。あと紹介するとなると個人ブログ多めなんで、需要があれば紹介する動画作るかもしれません。スネオが自慢話するときの曲と言われている曲を解説で流すときはアレンジやリミックスの方を流してください。あと動画背景はどうしました？多分この動画の EDM を流してと言ってるんですかね。ごめんなさい、それはやめておきます。動画背景ってのは、少し前に背景に流れているゲーム画面ですね。あれは一時期ゆっくり界隈で静止画を置いたままだと、AI が勝手にゴミ動画と判断する時期があったので、致し方なくやっていた処置ですが、今はそんなこともないので消しました。ちなみにあのゲーム動画は私がプレイしています。下手とか言わないでください。マジで泣きます。投稿者さんの独断と偏見による、原作やアニメの話ランキングやってほしい。投稿者さんがおすすめしたら、みんなドラえもんのサブスク登録してみようって思うだろうし。映画はともかく原作とアニメランキングならありですね。ただ絞るのが難しそうです。原作ならなんとかなりそうですが、私はワサドラアニメを全部見ているわけではなく、今公開されているのがだいたい900話ぐらいで、いつもおすすめしておいて言うのもなんなんですが、多分半分ぐらいしか見れていないと思います。スペシャルとか重要回はだいたい見てるんですが、テレビ放送も正直土曜日出かけていることが多くて、土曜午後5時家にいるのはなかなか難しいですね。大概カーナビで見てることも多くて、私のドラ顔じゃんけんはいつになったら景品と交換できるんでしょうか。なのでちゃんと見てからランキング付けしたいけど、正直今見ている数百話も覚えているかどうかと言われると、ちょっと怪しい部分もあるので、これは時間がかかりそうですね。今現在見た中のランキングで良ければおすすめはできるけど、それだとちょっと微妙。そうでもない。動画を全消しする前の初期から応援しております。あの頃の動画って、ここで出すのは無理にしても、どこかで公開する予定ってないですかね。今のところないですね。諦めてください。ただ同じテーマで作り直すことはあると思います。実際最近アップしたのび太事業化シリーズは昔の社長のび太をリメイクしたものなので、あの頃消したものも作り直してアップしたいですね。個人的にはジャイアン VS 秘密道具対決は好きだったので、あれは作り直したいですね。いつも応援しております。個人的に主さん的ドラえもん映画ランキング、ノブドラ版、ワサドラ版、大長編版などの部門ごとや主さんが初めて見た映画のことなど聞きたいです。映画のランキングはちょっと様子見してからでお願いします。
初めて見た映画は覚えていませんが、外で見た映画で初めてなのは翼の勇者たちです。いつも動画楽しませてもらってます。要望なのですが、ドラえもんチャンネルで見れるアニメの中でおすすめの回を教えてほしいです。先ほどと同じですね。中途半端で良ければ教えてあげられますが、どうなんでしょう。コメントで教えてください。できればまたのご利用お待ちしてますじゃなくてまたのご成長お待ちしてますに変えてもらえませんか。何かご利用だと温かみがない。これ時々いただくコメントですね。実はこれこのチャンネルのために音声を撮っているんじゃなくて、効果音ラボさんにある音声素材を使っているだけなんですね。なので私が変えることができません。一応音枝ゆかさんという方の声らしいので、ご依頼すれば声を吹き込んでくれると思いますが、なんかそのたった一言のためにお願いするのも忍びなくてためらっています。なのでこれで許してください。ごめんなさい。終了。ゆっくりドラチャンネルさんにずっと聞きたかった質問なのですが、どうやってこんなにもハイペースでゆっくり実況の動画を投稿できているんですか？しかも10分超えやら20分超えもしばしば。ゆっくり実況って5分の動画でもとんでもない時間がかかるし、そんなに長いと編集のモチベを保つのも大変だと思います。特にのび太の家系図をまとめた時の動画とかヤバかったと思います。聞きたいのは、編集に対するモチベの保ち方、一つの動画の編集にかかる時間、資料集めなども込みで、です。よろしくお願いします。これは先ほどもお答えしましたが、動画1分1時間程度、資料集めも数百時間を余裕で超えていますね。そしてハイペース投稿もストックしていただけで、外部に発注したり誰かに任せているわけでもないです。っていうかこれ発注してドラえもん雑学作ってくれる人いるん？編集のモチベは簡単ですね。好きだからできるんですよ。って言えば簡単なんですけどね。ちょっとこの継続力を説明するとそれだけで1本の動画になるぐらい、語れることあるんですけど、端的に言えばですね。ルーティンにする、好きなことを続ける、やらないことを決める、あとは根性ですね。ルーティンって簡単で、例えば毎日歯を磨かない人っていないですよね。大抵の人が寝る前か食事の後に歯を磨かないと気持ち悪くて寝れなくないですか。この歯磨きと一緒で、毎日のルーティンに YouTube 活動を組み込んでしまえば、あとは簡単です。私の場合は平日でも休みでも前日にお酒を飲んでいても、大体11時には寝て7時半に起きてます。そして家を出る11時まではずっと作業をしていて、仕事から帰ってきたら家の用事を済ませて11時には絶対寝る。これをずっと繰り返しています。休日の場合は寝る時間と起きる時間だけ一緒で、何も用事がなければずっと YouTube をしていますね。この生活を続けるとですね、そのうち朝 YouTube 活動しないことが逆に気持ち悪くなってきて、しかも背徳感や後ろめたさとかを感じちゃいますね。かの一郎も現役時代は毎日朝カレーを食べていたとか、偉人に対するルーティーンの話は本当にたくさんあるので、YouTube でルーティーンの大切さや継続力をググってみるといいでしょう。次に好きなことを続けるですね。私はドラえもん以外にも、学生時代はテニスが大好きでした。中学時代は本気で取り組んでいて、真夏にどんなにきつい部活練習があっても、試合のためや、ダブルスを組んでいたので相方のために頑張ろうって感じになっていましたね。実際今もテニスが好きで休日うちに行ったりしますが、ああいうテニスの練習ってめっちゃ体力使うし、学生時代なんかね、今日はもう部活行きたくないとか思う瞬間ってやっぱあるんですよ。でもそれでも続けるのは好きだったのもあるし、このテニス練習が苦しい苦しいっていうのは、勉強が嫌で苦しいとか、会社の仕事が嫌で苦しいとかそういうのじゃなくて、なんていうか楽しさの苦しいというか、それでも続ける意味がそこにあるというか、だから、ドラえもんの雑学 YouTube を作る時もですね、ぶっちゃけしんどいしもう辛いしやりたくないって、思う瞬間もめっちゃあるんですよ。それでもやっぱり続けられるのって、テニス同様ドラえもんも好きだってのもあるし、この苦しいは嫌でやめたいから苦しいとかじゃなくて、苦しいけど楽しいみたいな、そういう感じなんですよね。それに視聴者のコメントかもらえたりすると、ああやっぱりやっててよかったって思える瞬間も多いし、この好きなことを続けるってのがすごい大事だと思います。ちなみに私の本職は CG 系の映像をやっていましたが、これはやっぱりゲームが好きで好きで、絵は描けないけどなんとかそういう仕事に関わりたい。だから一生懸命やった結果得られた成果だと思っているので、好きなことを続ければいいと思いますよ。ちなみに好きなことを続けて嫌いになるって人たまにいますけど、それ本心から好きなことじゃないですよ。多分、次にやらないことを決めるですね。これはアップルの創業者、スティーブ・ジョブズのセリフ。何をしないのかを決めるのは、何をするのかを決めるのと同じくらい大事だ。まあ要するにどんな偉人でも、大統領だろうが何だろうが1日って24時間なんですよ。人によって子育てもあるし、家事もあるし、仕事もあるし、残業もあるし、家族サービスも。って時間がないのはわかります。でもそれって本当にあなたが全部やらなきゃいけないことなんですか？これは仕事でもそうですけど、天才が一人いれば現場が回るわけじゃなくて、多くの人間が分担作業して、得意な人は得意な人に任せて、自分でやらなくていいことを決めちゃうんですね。例えばだけど、藤子 F 不二雄先生がドラえもんの連載間に合いそうにないんです。いやー今年の確定申告の準備やら家の大掃除が大変で、
なんて言ったら多くの人が、いやそれ税理士さんとか家事代行サービスに任せて、F 先生にしかできない仕事をしてくださいよ。ってなると思うんですよね。だって F 先生が掃除をしようが漫画を描こうが、掃除代行が1時間で3000円ぐらいかかったとしても、ドラえもん1時間描いた方が何倍も価値があると思いませんか。これって現代で言えば、例えば家事なんかはかなり高いですが洗濯機は全自動乾燥機付き、掃除は我が家はロボット掃除機。足りない掃除、お風呂やトイレとか細かいところは家事代行さんに任せればOK。食事も一人の時は全て外食とか、今は相方さんと自炊を半々で担当していますが、かなり大きい冷蔵庫を買って、食材を買いに行くのは大体月に2回で十分。前はナッシュっていう食事宅配サービス使っていたんですが、さすがに食事が味気ないと夫婦で決めて今は自炊しています。あとジムに通っていましたが、着替えてジムに行ってシャワー浴びて着替えてが2時間ぐらいかかったけど、今は YouTube で A トレもできるし、最近はリングフィットで毎日1時間続けています。こんな感じで生活を任せる部分は全部ロボットと代行に任せれば、時間がめっちゃ空くんですよね。そりゃあ確かにロボットは高いし、代行も1回数千円とかはかかりますが、私は会社からいただいたお給料をこういうところに使って、自分の時間を買っているって感じですね。結論から言うと私は家事をほぼやらないと決め、好きなことだけずっとやってるからモチベがあるところもありますね。で、空いた時間をずっと YouTube して、私このチャンネル以前に何個も伸びないチャンネルやっていたんですが、あとは根性論で申し訳ないけど、成果が出るまで頑張るしかないです。私は潰したチャンネルの時代から考えて1日3時間、休日1日12時間弱続けて、多分半年過ぎた頃に、やっと成果が出たって感じです。なので諦めずに成果が出るまで続ければいいんです。たとえ間違っても失敗する方法が1個見つかったんですから、無駄にならずに次に進めますしね、と。続けるモチベーションはこんな感じですが、本当はもっと深く語れるんですけど、ちょっと回答が長すぎるんでこの辺にしておきます。というわけで、非常に長くなってしまいましたが、これにて最近の動画事情、動画作りやネタ、投稿ペース、続きはコミックスへの回答、今後のサブチャンネル、みんなからのリクエスト、感想や応援、ウプ主に対する質問の回答を以上にします。今回はドラえもんのことというより、あんまり見えない中の人事情や、今後のドラえもんの動画を作るにあたっての方針、どういう思いや考えで作っているのか、そして視聴者からのリクエストや、リクエストに答えられない理由も兼ねての回答、そして本当に多くの皆様からいただいた感想や応援のコメント、ウプ主に対する素朴な疑問など、本当に本当に嬉しいし動画作りの励みになります。今回は全ての質問に答えたので、かなり長い動画尺になってしまいましたが、せっかくいただいたコメントですから、ちゃんと答えるべきだと思って全て回答させていただきました。もし抜けている人がごめんね、多すぎて後半結構へばってます。あと、もしかしたら来年にはしれっと私がいなくなったり、ぱったりコメント来なくなるかもしれないので、こうやってもてはやされているうちに楽しんでおこうと思います。それでは皆さん今年1年本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。それでは今回もここまで見ていただき、ご視聴ありがとうございました。良いお年を。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。